二木孝太は、鹿児島県霧島市出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属、小学3年生まで、サッカーチームに所属しており、今でもサッカーは趣味であり、特技である。5年生の頃、霧島市立青葉小学校のスポーツ少年団に入団し、野球をはじめ、霧島市立国部中学校時代には、軟式野球部に所属し投手としてプレーした。 鹿児島情報高等学校では1年秋から背番号1を背負いエースとして活躍した。2年の夏は鹿児島大会で18イニング連続無失点をマークする高等を見せるもチームは4回戦の対鹿児島高戦で敗れた。新チームで挑んだ秋の鹿児島大会では当番した53イニングで与えた死死球はわずかに4という制球力の良さを見せるなど チームの総武後発の県大会優勝に貢献した。その後学校としては13年ぶり2回目の出場となった第131回九州地区高等学校野球大会に臨んだが2回戦で長崎県代表の創生官に0から1で敗戦し上位進出はならなかった。3年春の鹿児島大会では決勝で鹿野屋中央に敗れ準優勝に終わった。 二期連続の出場となった第132回、九州地区高等学校野球大会も、二回戦で、敗退した。九州大会では二期合わせて、全4試合に登板し、36投球回で、失点3と抜群の安定感を見せた。ただ、第1シード校として臨んだ5月の NHK 期、争奪鹿児島県選抜高校野球大会では、鹿野や校に、コールド負けを起死した。 高校生活最後の大会となる全国高校野球選手権鹿児島大会では初戦で鹿児島城西を6安打9奪三振で完封する上場のスタートを切ると準々決勝で上村学園を相手に5から4と逆転勝利しチームとして創部以来初めての夏の鹿児島大会ベスト4進出を果たしたしかし準決勝で湘南の前に1から5で敗れ 甲子園出場はならなかった。2013年9月17日付でプロ死亡届を提出した。2013年10月24日、ドラフト会議にて千葉ロッテマリーンズから6位指名を受けた。10月28日にロッテのスカウト陣が2期の鹿児島情報高校を訪問し、同校野球部の図志健剛監督らに指名の挨拶を行ったほか、 二期本人へは監督の伊藤務むからの直筆の色紙が送られた。11月17日、二期は鹿児島市内のホテルにて契約金2000万円、年俸500万円で仮契約を行い、高卒1年目から活躍をしている唐川選手が憧れでした。1日でも早く一軍に上がれるように頑張りたいです。と抱負を述べ、期待と不安の両方がありますが、今は、 楽しみの方が、はるかに多いです。ストライプのユニフォームを着るのは初めてで楽しみです。不安は、やっぱり初めて暮らす関東は都会なのが心配ですね、とのコメントも残した。背番号は、64に決まり、初の鹿児島情報高校出身のプロ野球選手となった。二千十四年は、ファームで二試合に途半した。二千十五年は、ファームで十六試合に登板するなど、 出場機会を得る。6月29日に行われた、侍ジャパン大学日本代表隊、NPB 選抜では、怪我のため辞退したチームメイトの田中英介に代わり、NPB 選抜の一員として出場、1イニングを無失点に抑えた。8月15日、イースタンリーグの楽天戦で9回1アウトまで、ノーヒットノーランを続けたが、 高校時代から何度も対戦経験がある柿、沢隆広に中前打を打たれ阻止された。2軍での活躍を受け、9月には先発で一軍デビュー予定であることが報道された。チームが A クラス争いの最中であったこととの関連で、9月中の先発登板は見送られたものの10月5日に一軍登録され、同日の北海道日本ハムファイターズ戦で3回から2番手で、 一軍初登板を果たし5回1失点と高騰した。2016年は開幕から先発ローテーション入りを果たす。4月12日の東北楽天ゴールデンイーグルス、戦では9回1失点でプロ初勝利を挙げると先発陣の一角として活躍。8月以降は一勝のみと後半戦は調子を落としたものの22試合の登板でチームでは石川歩み、 ワクイヒデアキ、ジェイソン・スタンリッチに次ぐ7勝を挙げた。2017年は4月14日の埼玉西部ライオンズ戦でシーズン初先発すると7回1失点の好投を見せ、その後は先発ローテーションに定着。安定した投球を続け、7月3日には監督推薦でオールスターゲームに初選出された。最終的に22試合に先発し、 7勝9敗と勝敗は前年と同じだったが防御率が大きく改善。最終戦で9円登板したことで投球回が143回と1、3になり規定投球回に自身初めて到達。関東もも試合に増え最下位に沈んだチームでチーム内最多勝ちを記録した。シーズンオフには倍増以上となる2200万円増の4000万円で、 契約公開した。2018年は4月30日の日本ハム戦で2勝目を挙げるも、その当番を最後に2軍で再調整となる。7月18日の楽天戦で1軍復帰を果たすと、8月17日の楽天戦ではプロ初完封勝利を挙げるなど、6試合連続でクオリティスタートをクリアした。最終的に試合に先発し、勝敗。 防御率3.93と前年より成績を落とした。2019年は開幕ローテーションにリコソ逃したが、4月6日にシーズン初先発してからはローテーションに定着。13試合で7度のクオリティスタートを記録するなど安定したピッチングを見せ、6月21日のヤクルト戦では球団通算4500勝の節目で勝ち投手となった。7月1日には、 監督推薦で自身二度目となるオールスターゲームに選出された。しかし、8月に調子を落とし、8月24日の福岡ソフトバンクホークス戦の登板後に2軍にへ降格した。その後9月9日の福岡ソフトバンクホークス戦で2ヶ月ぶりとなる7勝目を挙げたが、シーズンを通じてはリーグ最多の10敗を期した。前半戦では14試合に登板して6勝5敗。 防御率3.40だったが、後半戦は8試合に登板して1勝5敗、防御率6.75と苦しんだ。12月24日には、背番号が18に変更されることが、球団から発表された。2020年は、開幕から先発ローテーション入りを果たし、6月23日のオリックス戦で初登板。四回まで完全投球を見せるも、五回に、 アダム・ジョーンズに来日初本塁打を献上6回には3失点を期し5回に3を4失点で降板した。6月30日の楽天戦では2回に4連打を浴びるなど1回1、3を7失点で越され、翌日に出場選手登録を抹消された。その後2軍での調整を経て8月8日のオリックス戦で復帰。 7回2失点で初勝利を挙げるとその後は先発ローテーションに再び定着9月14日のオリックス戦では自身2度目の完封勝利を果たすなど8月29日のオリックス戦から10月16日の日本ハム戦まで6連勝の活躍で安定したピッチングを見せた10月9日のソフトバンク戦では7回3安打1失点で6勝目を挙げこれで 対ソフトバンク戦は2019年4月6日から7連勝となった。これは球団では1995.96年の昼間以来24年ぶりの快挙であった。最終的に15試合の当番で9勝3敗、防御率3.40と一軍定着以降では最高の成績を残した。特に吉9 1には40イニング以上投げた投手では、 秋田和久に並び最小であった。また、請求力を示す指標の一つであり、3.50を超えると優秀とされる KBB は、規定投球回見立つながら40イニング以上を投げた、投手では12球団トップの6.58を記録した。2021年は、春季キャンプ中の2月11日に、 井口忠人監督と吉井正人投手コーチにいつ投げたいかを聞かれ、開幕に投げたいですと直訴し、自身初の開幕投手が内定した。しかし、3月26日のソフトバンクとの開幕戦は敗戦投手となり、対ソフトバンク戦の連勝は7で止まった。1年目の春季キャンプでは、ストレートの最速は、 時速1 2 9キロメートル、スクワットでも 20kg のバーベルを持ち上げるのが精一杯だったが、ウエイトトレーニングを重ね、長身を活かしたフォームを模索した結果、2017年には最速時速1 5 1キロメートルを記録した。ただし、2020年のストレートの平均急速は時速 140.8km と、決して球の速い部類ではなく、 請求力が最大の武器。特に2020年は15試合の登板で予死球はわずか12個、予死球率はリーグトップの1.17を記録した。ホイップも同様にリーグトップの0.97を記録するなど余計な失礼を許さず安定したピッチングを見せた。変化球はフォークボールを決め球に投じることが多いがスライダーやカーブも投じる。 鹿児島情報高校時代、学校からグラウンドまでの約12キロの童貞を毎日走って通ったという。2014年2月、合同自主トレ中に似たような名前で、同期入団という縁を感じるということからいつか、一緒に活躍してお立ち台に登るという目標で、三木亮と共にチーム五木を結成している。二木と同じ鹿児島県の出身で、 AKB48 の柏木由紀の大ファンでもある。趣味はゴルフとサッカー。ありがとうございます。